ウェーバリー・ミュニシパル・カウンシルは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー CBD の東6キロメートルに位置し、市の東部は、タスマン海に望む。北をミュニシパリティ・オブ・ウラーラ、南をシティオブ・ランドウィックに隣接する。シドニー有数のビーチである、ボンダイ・ビーチ、ブロンテ・ビーチを抱え、サーフカルチャーの色濃い地域である。ウェーバリー・ミュシパル・カウンシルは、 以下のサバーブで構成されている。ウェーバリーミュニシパルカウンシルの議会は12人によって構成される。任期は4年。選挙区は4つで、それぞれの選挙区から3人の議員が選出される。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。議席はオーストラリア労働党が7議席、オーストラリア自由党が3議席。 オーストラリア緑の党が1議席、無所属が1議席を獲得した。市長は、議会選挙後の最初の議会で12人の議員の中から選出される。市長は、オーストラリア労働党のサリー・ベッツ。AB、ウェイバリー・カウンシル・ボンジー・ワード。ローカル・ガバメント・エレクションス2012、エレクタール・コミッション・オブ・ニュー・サウス・ウェールズ。2012年9月20日、閲覧。AB、 ウェイバリーカウンシルハンターワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧 AB ウェイバリーカウンシルローソンワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧 AB ウェイバリーカウンシルウェイバリーワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧ありがとうございます